トゥルーアングルの時間です。ヒマナイヌスタジオ公園辞典からお届けしておりますこのトゥルーアングル、毎週じゃないですね月に2回ね、公開収録で、行っております。で YouTube の方では毎週日曜日に配信をしておりますね。で、たくさんの方に今ご覧いただいているね、皆さんどうもありがとうございます。今日も YouTube の方ではライブも行っておりますのでぜひそちらも確認してみてください。プレゼンターの川崎英子です。よろしくお願いします。はい、バンダイ宝書房の代表の釣部仁弘です。よろしくお願いいたします。それからスタッフの皆さん、ギャラリーの皆さんです。よろしくお願いします。はい、それでは、今日のね、はい、1本目、ちょうど年が変わる、直前ぐらいですね、12月31日でしたね、はい、に、報道が飛び込んで、1月1日 の、 読売新聞の一面のトップには、これが載ってました、うん、ゴーンさんの、日本からの、まあ、逃亡といいますか、脱出といいますか、脱出ですね、ね、もうびっくりしましたね、007かというようなね、うん、結構報道もありましたけれども、まあ、ゴーンさんが日本から出たというところで、うん、今まあその話題で持ちきりですけれども、今日はその話題について、はい、お話をしていこうと思います。ちょっと最初に時系列のところから、まあ、一連の流れについてね、はい、深める切るというところ、あ、これ見えてませんね、よいしょ、はい、1本目カルロス・ゴーン氏一連の流れについて深める切るというような、ね、ことで話をしていきたいと思います。でまず、逮捕から起訴保釈までの流れというのを、ね、ちょっと振り返っていきたいと思います。ちょっと文字が小さいので皆さん見えにくいかとは思いますけれども、大体のイメージで、ね、見ていただければと思います。2018年の11月19日にまず逮捕がされていますね。2010年から2014年までの有価証券報告書の虚偽記載金商法違反ということで逮捕され、そこから、拘留がされますね。まあ、大体日本の刑事訴訟法では逮捕されてから、まあ、最大3日間の中で、拘留するかどうかというのが決められるというところ で、 拘留が決められ、そしてその後、まあ、約10日間の拘留の後拘留延長というのが、うん、はい、またできるということで、まあ、日本の刑事訴訟法ではその最大23日間というのが拘留できるというふうになっていますね。はい、まあ、大きな事件ではほぼ23日のフルコースですよね。うん、そうですね。はい、でちょうど開けるときに逮捕2というのがされています。皆さんは、ね、図の方を見ていただけると思いますけど、2列目のところですね。2015年から2017年までの有価証券報告書の虚偽記載ということで、まあ、ほぼこれ同じじゃないかというような、のがありまして、まあ、拘留延長は認められなかったというのがありました。そして、そこが、まあ、ちょうど切れるときに逮捕3というところで特別背任罪というのが、またということでまた再逮捕というところで、で、拘留され拘留延長というのがされて、1月11日に逮捕2に関して、そして3に関しての起訴がなされて、今度は起訴の上での拘留というのが始まるわけですね。はい、で起訴されると、大体2ヶ月は、まあ、基本拘留されるということで、で、さらに1ヶ月ずつこう延長が、ね、決まっていくということなんですけれども、まあ、ここでは弁護側が拘留、保釈請求というのを、ね、2度出しておりますけれども、それが却下されて、3月の6日にようやく保釈がされた。これは保釈金10億円で保釈をされたということになります。そして4月の4日に再度逮捕がされます。これも特別背任罪ということで逮捕され拘留をされ、さらに延長され、4月の22日に起訴はされ、そして4月の25日に、再度保釈がされた。この時の保釈金が5億円ということで、まあ、保釈金計15億円を払って、4月の25日からは、一応この拘留は解かれたということでね、まあ、いろいろな制限付きの拘留だった保釈ではあったというところなんですけれども、一応一旦は出てたというところで、はい、この年末にいきなり日本出てるぞということになったという流れですね。はい、
ということで、まあ、確かに長丁場ではありますよね、うん、はい、トータル、まあ、11月から始まって、まあ、途中ね、約1ヶ月の保釈の時期はあったにせよ、まあ、4月の、半ばまでですか、まあ、約5ヶ月間はほぼ囚われた状態であったということは、まあ、間違いないというところなんですけれども、これに関して鶴瓶さんいかがですかね。ですまず最初に言いたいのは、はい、まあ、ゴンさん事件というとこう幅があるので、はい、今回この1本目は、まあ、特にですね、はい、保釈中の逃亡に限定してお話をしたいと思うんですね、うん、はい、逮捕の事案は、はい、まあ、有価証券報告書の虚偽、はい、記載だったり特別背任、はい、それがどうのこうのっていう議論もできるし、うん、テレビは結構そういうのもありますよね、うん、そうですね、はい、そうですね、だここではそれではなく、うん、保釈中の逃亡っていうのをどう思いますかということに限定して、うん、はい、お話ししたいので、はい、聞いてる方もそういう観点でね、うん、はい、聞いていただきたいと思うんですけども、はい、パッと聞いてどう考えますかって言った時に分からないと思うんですよ、うん、でいや法律があるからダメでしょうとか、うん、いや人権侵害だからいいでしょうみたいな形で、いやだけどそう考えてもやっぱり法律違反だよねとかっていうふうにこうコメントも揺れていたりするし、何人かに聞いてもまあいろんなことは言いますけど根拠がわからないんですよね。でこれは自分の立ち位置が多分分かっていないということだと思うんですよ。だからホリエモンさんなんかの YouTube とか聞いてると立ち位置がはっきりしてますよね。前提条件もはっきりしてるんですごくわかりやすい。じゃあその前提条件がおかしいという意見もあるんですけれども、なんであれ自分の意見としてはわかる、じゃあ皆さんはというとわからない。だから先ほどの再逮捕もね、なんで4回も逮捕されるのっていうし、それぞれ一個一個について理由があるわけですよね。じゃあなんで一気に23日間もとか、じゃあ23日間って日本はそうだと思うけど世界は3日だったりするわけで、異常だということが異常だと思わなかったり、もう前提がみんなバラバラなので、まず日本の司法に基づいて言えばとか、そこがありとした場合にとか、そういうことが違ってくるということですね、うん、だそこがだから多分ゴンさんと意見が違うので最終的に噛み合わない、そうですね、だし自分もどう思ってるかが、はい、なんかこう聞いた話に流されちゃってるなと思うんですよ、うん、なるほど。だそこを、まあ、自分がどういう価値観、うん、かということを分かった上で賛成反対、はいはい、分かる分からないということで、うん、正解というのはこれはないと思うので、そうですね、ただ法律的に言えばというのは出てきますよね、うん、はい、そうね、日本の法律に準ずればとか世界的な潮流からすればとかっていうその前提がやっぱりはっきりしないと議論がおかしくなるということですね、はい、これはゴンさんも認めてますけど、うん、記者会見で要は逃亡したことには問題があると思うと、はい、いうことですから、はい、うん、日本の法律から言うと保釈中で条件付いて海外に出ることは違法ですよね、違法、間違った行為ですよね、はい、でさらに旅券とかの出国の手続きしてないというところは完全に法律違反なので、法律論からだけ言えばこれは犯罪の可能性が出てくるということで、違法か違法じゃないかで言うと違法ですよね。そうですね、だけど彼は分かってやってますので、僕はこれは日本の刑事司法への挑戦というふうに思ってるんですね。いや自分が本当にただ逃亡したかったらマスコミに出てきませんよね、うん、逃げてどこにいるかわからないように、そうですよ、ね、逃げますよ、うん、だそうではない、私はここにいますとメディアに堂々と言って、うん、記者会見も開いてるということから見れば、はい、そういう逃亡逃げるではないと、うん、違う目的がある逃亡であるということがまずわかりますよね、はい、なので日本の刑事司法への挑戦で、うん、具体的には検察、裁判所、うん、それから弁護士、うん、それにさらにマスコミというものも入っている、うん、これらに対する挑戦だと思うんですね、はい、まあ、日本政府という部分もねひっくるめてね、でそこは言わなかったですよ ね、 今回名前はね、うん、レバノンのという部分で、だから検察というのも裁判所も政府の一つだと僕は思うんですよ ね、まあ、すね、弁護士はちょっと違いますけれども、うん、でマスコミも最近はもう政府の一部というマスコミもあって、だから日本で3つだけですよ ね、うん、そうですね、認められたのがテレビ東京と小学館とあともう一つ朝日ですかね、なんだかですよね、はいはい、だからあとはだからきちんとした公正な報道をしないからと言って、うん、ね、拒否しましたよね。そういう意味では NHK も入ってないですもんね、はいはい、なのでマスコミに対してもということなんです、うん、はい、で検察に対しては特捜の捜査の仕方っていうものに対してだと思うんですよね、うん、はい、裁判所っていうものに対しては保釈決定がおかしかったという点もあるし、うん、そもそもその勾留理由開示だとか、はい、うん、再逮捕の
逮捕状が全て認められてるから逮捕できてるわけ で、ね、じゃあ23日間で十分調べれなかったのと、うん、新しく出てきたのっていうことじゃないですか、はい、そうですよね、多分出てきてないですよね、うん、分かってる。だから交流を長くするために、うん、別件逮捕とか再逮捕再逮捕再逮捕を伸ばした、うん、逮捕1と2は明らかに分けただろうっていう感じが ね、こう確かに見えますよね。これはだから23日間じゃなくてさらに伸ばしていくための手ですよね、うん、はい、まあ、知ってる人は日本はよくこういう手を取りますよね、はい、堀江ももされてますし僕の知り合いもされてますから、うん、中にはひどいのはね、別件で逮捕しといて本件を、はい、本当のやつを扱いたいというので、はいはい、微罪で逮捕しといて吐かせるみたいな、うん、だから件が別だったら本当は別なはずなんですよね。別なんですよね、うん、だけどそのままっていうのはね、あ、よくありますよね、まあ、そういうものと思います。弁護士に対しては、はい、弁護方針に対して何かあったのかなと、うんうん、で一応日本のもトップクラスの弁護士がついたのに、そうですね、それに対して、まあ、嘘か本当か分かりませんが言わないで出て行って、うん、これで弁護団も解散するというかね、はい、辞任するということらしいですから、うん、その弁護方針に対しても何かあったのではないかなということは思いますね、はい、でマスコミに対しては本来マスコミっていうのかメディアですね、マスコミっていう、メディアは権力を監視するというのが大きな役割の一つじゃないですか、はいはい、じゃあこの日本の刑事司法、うん、ね、まあ、単純に23日間の勾留が長いだとか、はい、人質司法だとかいっぱい言われてますが、うん、それに対して批判する立場がマスコミなのにそれを放置していますよね、うん、そうですね、世界的なそれこそ潮流からすればこうだよねって、日本はこうだよねっていう問題ってなかなか取り上げられることないですよね。ないですよね。で今回もゴンさんが言って海外から動いてそれに対してもこう厳しい、日本のおかしいという人はいますけども、うん、それに対してきっちりねキャンペーン張るとかっていう戦い方で、刑事司法に対して対峙して私たちはおかしいと思うことを正々堂々と論じていくという、うん、そういうメディアの体制は日本にはないですよね、うん、そうですね、少なくとも大手はまずやってないですよね、うん、だそれに対する挑戦というか、はい、まあ、挑戦ですよね、なんとかメスを入れたいという思いが僕はあったのではないかというふうに思います。だからああいう記者会見になっていく、はい、まあ、内容がいいか悪いかはまた別としてスタンスとしてはまずそうだなと思うんですよ、うん、で一番疑問なのはですね、そもそもこれってスタートは日産の内部の問題ですよね、うん、そうですね。ただ常識的に会社っていうのは自分の不正って隠しません、うん、そうですよね、出したくないですよね、特に日本はそういう、ね、川崎さんの勤めてるところで不正が発覚したら本人に問い詰めて認めたら、それでまあ損害賠償するなりして解雇しますよね、うん、認めなくとしても証拠突きつけて、うん、お前こうやったんだから解雇という手段を取って、うん、はい、納得いかなかったら労働基準監督署みたいな形になるし、はい、これだけ大きい会社のトップが不正をしたとなると大問題ですから、うん、僕は隠したくなると思うんですよ、うん、でも告発して表に出していって、うん、証拠をバンバン提出していってますよね、うん、そうですね。で僕の知ってる範囲ではこういうことって異常なんですよ、うん、ゴンさんを切るためのっていう、ね、ためのというふうに僕は思っちゃうんですよね。だから企業は隠す、いや隠さないよ、企業は不正を全部出すよっていうなら、うん、なんでいろんなね自動車会社だとかなんだかんだの不正が出てるし、銀行の不正が出てきてるのっていう、はいはい、そうですね、はい、なので僕はそれは違うなと思ってる、うん、ということはそこに何かがあったと、で僕は以前から言ってるんですが、これは政権を巻き込んだクーデターじゃないかと、うん、ただゴンさんもこれはクーデターだと、だから同じことを言ってたというか、だから僕の読みは当たってたんじゃないかなと思って、うん、ゴンさんから見るとそうだという、はい、だからクーデターがいいか悪いかは別として、うん、ゴンさんから見ればそうであろうというふうに思うんですね、うん、だからあの政権の人も入ってるって言ってましたよね、はい、名前は言いませんけど、ね、はい、これだけのことですから、うん、なのでルノーと合併するとかっていうと、うん、ルノーの株主はフランス政府が40何パーセントだから、はい、要はトップですよね、うん、って言ってルノーの中に入ったら日産はフランス政府の会社になっていく、うん、日本国内の日本一流の会社がフランス政府になるということに対してどうなのか、うん、そうですね、これはまあ 2回目でちょっと扱いたいんですが、うん、そういう問題の中でじゃあその急先鋒はというとゴンさんですから、うん、じゃあゴンさんを切ろうというとクーデター的にするしかない、うん、じゃあ何か不正がないかなと言うと思うんですよ。でまあ、それはまた事件の中身になっちゃって詳しいことは分からないですけれども、はいはい、で僕がここで思い出したセリフはソクラテスが言ったと言われている悪法でも法だってあるじゃないですか、で毒を飲んで弟子たちは逃亡しましょうと言ったけど本人は悪法でも法なりと言って毒を飲んで死罪になったという、まあソクラテスじゃないという話もありますけれども、まあ仮にそうだとして、はいはい、
悪法でも法、うん、としたらゴンさんがソクラテスだったら、うん、悪法でも法というなら、うん、残って戦うっていうことを選ぶけど、ソクラテスは哲学者ですから、ゴンさんは経営者ですから、うん、であれば悪法なら直せと、うん、っていうふうに考えたんじゃないかなと思うんですね、うん、で皆さんがどうして混乱してるか分からないか判断つかないかっていうと、何論で話すかが分かってないからだと思うんですよ、うんうん、なるほど。だから法律論で言えばもうアウトなんです、うんうん、絶対日本の法律論で、ね、法律論で言えばアウトですよね、うん、そうですね。でも人権論ならやむを得ないって出ると思うんですよ、うんうん、しょうがないんじゃないとかね、ね、だって先ほど言ったやっぱり日本の刑事処方が異常だということは我々はまあ知ってますし、海外の人は絶対そう見ますよね。でも海外の人ですから彼は国籍は日本人じゃないわけですから、なのでおかしいよって思ってて、その人権を守るためにとしたら、え、どうしてもやむを得ないんじゃない、あの法を犯したとしても逃げ出したいよねって気持ちは分かるよとかね。本人は犯してないって言ってるわけですから、うん、要は冤罪だって川崎冤罪で、ね、はい、もう10年入るって分かってて逃げるチャンスあったら逃げません、うん、どうなんでしょうね。いや悪法でも法なりっつって10年とか20年入ります、うん、年齢から言うと死ぬんですよもう、まあ、そうですよね、確かに ね分かんないですよ、うん、過酷の中 でやってない、はめられたという中で逃げるチャンスがあったと、うん、としたら逃げて戦うかどうか、これってもう世界観じゃないですか。しかも守ってくれる国があるとかね、自分の味方がいるとかってなると逃げるかもしれないですね、やっぱり、ね、うん、でやってたから分かってて逃げるというのと、うん、私は冤罪です、うん、だけど日本の中ではマスコミも裁判も全部おかしいんです、うん、なのでこの土俵に乗って戦ってもダメなので、うん、私は違う土俵に行きますと言って、うん、まあレバノンでマスク記者会見を開いてこれからいろいろ発表していくって言ってましたけども、はいはい、っていうのはこれ人権論上やむを得ないと僕は思うんですよ。なるほど、やるかどうかは別として、はいはい、っていうと法律論は絶対違法です、うん、日本の法律だって日本にいるんだから、はい、これはいいですよとは言えない、うん、ただ人権論の立場から言えば、うん、この選択はやむを得ないのかなっていうふうに、うん、あの思うんですね。 なのであれですよね、そのよくあのニュースのこうトーク系のものがありますよね、バラエティ系のもの、そういうものでいくとそれぞれのスタンスが、僕は法律論でいけばこうだと思うんですよ、うん、とかっていうそういう話になればなればいいんですよ。それぞれのベースがスタンスが違う中で、いやこうだああこうだって言ってもやっぱり噛み合わないですもんね、うん、なのでどこからやはり見るかっていう、そこが大事というところですね。だから刑事書の問題点は今川崎さんが言ったり、うん、僕が言った内容っていうのはこう山のようにこう上がりますよね、うん、確かにね、あのこれは別に今出た話じゃないわけ、これもあの国連からも勧告出てますもんね、はい、でゴンさんの時に全部当てはまっちゃった、うん、フルコースで、はい、当てはまっちゃったということですよね、はい、そうですね。なので僕は、法律論ではこれはダメです、うん、だけど人権論から言うと、うん、ゴンさんからするとですよ、やむを得ない措置としてその手段を選ぶんで、僕は刑事手法を変えるための手段として選んだと思いたいんですよね、うんうんうん、今のところそのラインで言ってます、はいはい、でもしそれが犯罪でしたということになれば、僕はちゃんと帰ってきて日本の裁判を受けて刑に服してほしいし、うん、あやっぱり間違ってました、うん、日本の刑事っていうんであれば、うん、あのまた違う展開になるっていうことで、個人の自分の身を守るための行動であっては欲しくないという希望的観測があるんで、うん、はい、この問題は法律論か人権論かっていうの、自分はどっちに立脚しているのかという立場を明確にした上で意見を言うと、うんうん、聞いてても分かるし、ね、言っていても分かると思うんですね、はい、うん、で僕の想像は日産はどっちでも OK なんですよ、この結果は。なるほど、要はゴンさんを辞めさせればよかったんですよ、うん、日産だけから見ればと思ってて、はい、ルノーとの合併をとしたら、うん、どっちに転がっても告発した時点で、うん、彼が辞任させた時点でもう日産としては勝ちで、うん、あとは幹部が残るか残らないかとかっていうことは、多分企業戦士ですから年齢的にも、なので特に日産というものを日本のブランドとして守るっていうことが主眼であれば、それも価値観ですから、ね、虚偽ではめたかどうか分かりませんけれども、としたらそういう価値観だと、それに対して第三者がどうのこうの言う時は私は何論です、そうですね、じゃああなたはあくまでも順法意識を持ってるんですねと、じゃあ駐車違反で自分だけ捕まって、なんで俺だけ捕まえるんだろうなんて絶対言いませんよねと、はい、
いうことですよね。そういうことですね。だそういう価値観をこう分かった上で、うん、あの判断されて、はい、情報もね新聞でもテレビでも YouTube でも、うん、あこういうこの人はこの論で立って喋ってるな、うん、そうですね。このコメンテーターのその喋り口調の中からも何で喋ってるかがね、はい、あのはっきり分かるとやっぱりこうそれを解きやすいですよね。それ混在してる方がいると何言ってるかよく分からないし、うん、自分もどう思ってるか分かるよな、うん、でもダメだよな、うん、でもねまあ評論家じゃないですけど勝手に思ってる部分は両方あってもいいし、うんはいまあ、ちょっとじゃあ自分だったらどうするのとか、うん、そのそうですね、もう一個ね深く見れば変わると思うんですよ、はい、その前提が何かによって、はい、だから日本の裁判所が正しいなんて思ってる人といやいい加減だよと思ってる人と、うん、警察検察だって間違えるよと思ってる人と思ってない人で答えが変わってくるんで、うんそうですね、自分は警察は間違わない検察は間違わないと思ってるとか裁判は真実を必ず発見する間違いはないのだって思ってる人なのかとか自分はどういう前提に立ってるのかっていうのを自分で確認した上で人権論かさらに法律論かっていうのを見ると人の話も聞けるし自分のね、はい、考えも分かるかなと思うんですね。そうですはい、はい、ぜひそんな風にしてみてスタンスっていうのをねあの探りながらお話聞いたりコメント読んでいただいたりすると面白いと思いますので、はい、ぜひねそんな参考にしていただければと思います。それでは、この回はこれで終わりにします。釣部さんありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。